ゆきち先生です。 YouTube 始めて9ヶ月目に入りました。あ、8かも、ごめんなさい、忘れた。まあ、どちらか後でタイトルはちゃんと正しくなってると思います。はい、なんか最近もいい調子で投稿を続けられていて、あとね、いいねとかね、コメントとかいただけてすごい嬉しいです。励ましていただいて大変感謝しております。近況はですね、特に変化がなくてですね、淡々と1月発売のその語呂の本の収録される語呂を書き進めております。もうそればっかりです。8月末が一旦の締め切りなので、あと3週間ぐらいはもうそれに没頭するんじゃないかなと思ってます。健康問題、自身の、健康問題一つだけ、あります。ですね、本当に大したことじゃないんですけど、眉毛と眉毛の間が赤くなって、でワセリンを塗らないと皮がむけるようになりました。本当に大したことじゃないって皮むけるだけだし、赤くなったからなんだって話なんですけど、やっぱりちょっと恥ずかしいんですよね。だから早く治ってほしいなって思ってます。それ以外は至って健康です。あと多分今あんまり赤くないんじゃないかなって思ってます。もし赤かったらちょっと動画編集ソフトで画像フィルターかけて真っ白にしようかと思ってます。はい。まあそんな冗談が言えるぐらい、元気だということです。まあ、冗談でもなくて、もうちょっと本当に赤かったらフィルターはかけますけど、とにかく、まあ楽しく元気に過ごしてます。また、皆さんもお元気で。